皆さんこんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。今日もまたたくさんの方を入れていただきました。ありがとうございます。ありがとうございますというか、私ここの経営者でも事業でもないのでなんですが、こちらの植物公園、以前柳田村が合併前運営しておりまして、まあ、合併とかいろんなことで、今指定管理者になっておりまして、ピッコロさんというレストランもやったりですね、それからこれ金沢のっていうのかな、旭建物さんかなが指定管理者になって、あんまりどころか儲からないんですけど、その柳田村で長くこちらの方で実演していたものをですね、引き継いでやっていただいていることで非常にありがたいかなと思っております。PR じゃないんですけども、まあ、そういったご理解とかご協力もあってこういう実演ができると、なかなか町としてはできないんでしょうけど、私もここで、ボランティアとして、まあ、ご利用私も参加させてしながらまた広めていきたいなと思っています。私の家はですね、実は皆さん今先ほど遅れてこられた方、車で上がっても大変だと思うんですが、この上がり口の集落なんですね。同じ神町という大きなあざみなんですけども、まあ、そこの集落でやっております。私も福岡、まあ、どちらかというと福岡なんでしょうけど、三十数年前に、父親が亡くなりまして、それからその前もちょっと怪我とかで入院している間にですね、いろいろと教えてもらったということで、私が一生懸命、いやこれは当然商売柄もあってですね、今は定年になっておりますけど、引き継ぐべきだと思っているのに、周りの私の上の世代の団塊の世代の方が、まあ、バタバタと辞めていたと、みんながやってると思ったら辞めていたということで、数少なくなっているようですけども、まあ、家でも簡単に、人にお見せできないけども簡単にやっているという方もたくさんおいでますので、まあ、実際はそんなに心配しなくてもいいのかなというふうに思っています。ただ、今後でも言いますけども、家々によっていろんな様式が違う部分があるんですけども、それは何でかというと、主人が黙々と粛々とやるもんですから、言葉として残って書類として残ってないもんですから変化をしておきます。ただ私もそのおじいちゃんの時からも知ってますので、今復活された方も現代となっておりますので、時代交渉をきちんとやりながら、50年前に聞いてあったことを聞いてきたことをですね、できるだけ広めようということで、この実演を実は2年前から引き受けたんですね。マスコミに出てしまうと出たものが本物になってしまうという恐れがあったものですから、実は皆さんにはこのお配りした、チラシもですね、浜松市公民からしましたが、一昨年実はもっと全体を入れた10ページほどのものも合わせて作りました。50もあったり、どんどんあるとこもあるんですが、それはとにかくもう自分で自費で出版して、とにかく配ってですね、正確なもの、言われ、いらねえな言われじゃないんだよというものを知らせようと思って、私は選択という活動をしております。どうぞ足元に置いてください。どういったものがいかがでしょうか。どうぞごゆっくりお温まりください。
それでしばらくあのお風呂に入っていただきますので、その間またちょっとお話でもさせていただきます。今あのお風呂に入っていただきましたが、あの時間がないのですぐにあのお迎えに行きますから今写真撮られなかった方はですね、今あの次の方はまたそちらの方に向かっていただいたら結構なので、本当はあの30分ほどゆっくりあの温まっていただくんですけども、田の神様にはごゆっくり温まりくださいとおっしゃいましたけども、あの時点でございます。実はあのこれ終わってからですね、私あの夕方自分の家でも自分でやるんですね。あのここは実演でいろんなことを皆さんにお話しする、で理解していただいて広く皆さんの他の方でそれあの伝えていただければありがたいと思ってやってますが、私の家に帰ったら夕方あの行って田の神様をお迎えして、また家で同じようにやります。ただしあのうちに来られて、ね、困るのはね、今はああいうあの昔 の, あの地獄釜みたいにこの釜取ってありますけど、あの釜になるんですが、あのうちはユニットバスなんですよね。田の神様に お湯どうですかとか、なんかこれとてもね非常にあの様にならないもんでね、あの汚いのが分かんないけど恥ずかしいということで、あのいろいろもないもんですから、いろいろ頭とちょっとまああの換気扇やエアコンじゃどうかなというような感じになりますので、あの我が家でやられるとちょっと恥ずかしいですね。ただ今私定年退職してますけども、現役の頃はですね、まあ、ここ家がとこですけども七親白家、まあ、若い時は県庁にいたりしてしてたんですけども、あの帰ってくるの遅くなるとあるんですよね。とてもじゃないけど田の神様の田んぼまで歩いていけないというような土地とかあったら、車でビューッて行ってですね、あの車でちょんちょんとやって田の神様あの車に乗ってくださいということで、うちにあのなんかあの2、300メーターですけどね、歩道にあの不安持って男ってやってたらね、あの警察に通報されるんじゃないかということで、でもっとひどい時はね、私は本当に遅くなる時はうちの女房なんかあの用意してくれるんですが、どうだったらしたら、いや田の神様遅いもんでその玄関まで来とったわとかね、だからひどい時に、ね、おいでおいでとか言うじゃん。そんなようなことも あるんですが、でもあの言いましたように、あの言われを知ってるからあの手抜きできるんですよね。田の神様今年甘酒間に合わなかったしごめんなさいねって済むんですけど、それは知ってるから手抜きもできるし、やめた時には復元きれいにまたできるというあのことなんで、やっぱりあの本当のことをしてないと、ちょっと復元する方もまあ様々かな。ただあの有名な婦人の月刊誌があの一緒に音楽で来ましたけども、原稿を送ってきたのを見たらちょっとなそのだいぶこう入れまして、まあ、あちらもメンツがありますから、それは酒だながそれなりに直して、1月号といいますか、まあ、12月にですね、世界農業遺産の特集で、月刊誌で撮りましたけども、まあ、その辺はこことですね、それから和島、まあ、とか涼しとかもしてますけども、まあ、縁があるところばっかりやってるんですが、でも見たら違うよね、これの意味合いは何ですか、言われは何ですかって言いたいところもたくさんあったんですけど、まあ、それは気持ちは同じだかということで、最低限表現変えてくださいよ。で植物公園で始めた中さんがというから、ちょっと間違えた、俺は2、3年じゃないやと、ね、そういうあの書き方でパッと捉えたりとかですね、亭主があの主人が粛々と黙々とやって鈴のよく出てこられる方は、あのマスコミが来られるようになってから父親が何を言ったか分かったと今というぐらいですからね、生活に伝わってない。だからそれをで言いながら、父親が黙々と粛々とやってきていて、マスコミが入ってくるまでは何を言ってたか分からなかったという、今もうやっと次の若い世代また言ってるんですけども、言われてるのにあるところに行ったらお供を連れて、ね、あの ご主人の横にあのふわもった身の正かぶった方が2人もついてるとかね、あのまずありえないんですね、どんな立派な家でも。
あの時井君の家の記録を見てもですね、簡単です。あのああいう立派な家でもね。ですから、その辺もやっぱりご理解いただければと思います。ということで、時間もなんで、では、あの田の神様の お風呂からあのお迎えしてくれようと思いますので、もしもあの先ほど写真、面倒くさかったなという方もいますかもしれませんが、いや、まあ、撮っとこうかという方は、どうぞあのそちらのほうに、私の後についてきていただければと思います。じゃあ、お迎えします。神様、いつも通りのご馳走でございます。精一杯お祝いいたしました。ご飯はコシヒカリでございます。汁はタラのタラ汁でございます。おひらは家で、母やおばばが一生懸命作ってくれた野菜でございます。刺身は三波のお尻で洗ったタラのソテーでございます。酢の物はタラのを入れた大根の酢の物でございます。好物の甘酒もたくさん準備してございます。ぼた餅もたくさん準備してございます。お刺しは三波の刺し網で揚がった初めでございます。それに三田並、そしてお餅、またおかわりのご飯やおひらをたくさん準備してございます。どうぞごゆっくり召し上がりください。それではちょっとあのお供え物のいわれをご説明したいと思います。お迎えするときにはここで、今年、まあ、あの干ばつで心配しましたけれども、おかげさまで、家族が食べる米が何とか取れましたとかですね、十分取れましたとか、そういう感謝の言葉に述べますが、まあ、送りますので、とにかくあの御膳をしてそれを食べていただいてまた出ていただくという意味で、そういったことはあの省いております。説明はですね、あの手前の方からあのご丁寧な方は横に行って手でこう、あの田の神様ちょっと言わせたかもしれませんが、
稲の草木とか、あの草取りしてるとかと、ちょっとピッと立ってる葉っぱがね、目に刺さるとか、それから泥が入るとか、それからあの収穫の時に、この先にこう、針ってのをついてるんですが、それが舞い上がって芽を傷めるとかですね。そういう意味合いもあって、芽が悪い、傷みが悪いと言われてる。あの両目が悪いという人もいますし、いろいろなんですが、まあ、ただ、あんまり無理をせずに、そういう怪我のないようにならっていうことの戒めもあるんじゃないかということでここ書いてございますので、まあ、見ていただければいいんですが、ご丁寧にショートこうここ行ってやられるんですが、人もいますけども、それはちょっと私はそこまでじゃないと思います。神様にあんまり近づいたら失礼かなということでしております。で、そんな古くないんですけども、やられるようになっているんですが、で長さが一尺二寸約36センチで、1年間12ヶ月を表すというふうには本にもこう書いてあります。ただ私はそうだったかなと思って、小さい頃にやっぱり聞いた覚えがあったのは、これちょっと細めなんですが、もっと皮だけ削って弱いんですよね。だからもっと太い栗の木、なかなかね山の芝の上まっすぐはないんですけども、見つけてきて四つ割りにしてですね、もう非常に硬くなってるんですね、栗の木。それを削ってですね、端にしておりました。で、なんでかなって言ったら、これは昔釜の湯にしたんだよというふうに聞いたんですね。釜の草刈りしたりする、これが市販の、こういう小さいものは別ですけど、鍵型のきちんとしたやつは測って皆さん見てください。36センチあります。これは使いやすいのかもしれません。太さも3センチ前後で、私の集落の時も昔、私小さい頃覚えているのは、ふいごを持っててですね、釜とか、それから釜の焼きを入れる、鋼でのね、入れるように、人のうちがありました。ですから、そういった鋼をまた鍛えてもらうというのは、ふいごでできたんでしょうけども、A は多分自分たちの家で、ホームセンターで釜を買わないような時代はですね、A は自分で作っていた可能性があるなということで、まあ、私は小さい時から、昔は釜の家にしたんだぞというふうに聞いてありまして、孫屋といいますかね、作業所の山みたいなところにこうやって暖房がこうして差してありました。そういうことなんで、これは木の棒ではありません。ということで、次の木の橋でございます。それからご飯ですけども、私の家では白盛り、ご飯の大盛りしてます。で、ゲナイダとか近隣の方の多くはここに小豆を混ぜた、ゆで小豆を混ぜた小豆飯なんですよ。赤飯じゃないんです。我々の年下方もちょっと言ってた方もですね、赤飯のことを小豆飯ってよく言われるんですけど、小豆飯って言われます。で、うるちのご飯にゆで小豆混ぜた赤飯に入れたって、なんで、小豆飯なのか赤飯じゃないのかというのはこちらに書いてあるんですが、赤飯は蒸さなきゃいけないんですよね、もち米を。最初に言いましたね、チャッと蒸すっていうことは、うちの親父あたりはですね、梅雨時来ると、蒸してくるとですね、熱が来るって心配してる。熱というのは、ここにも書いてありますが、稲熱と書いて、芋虫病なんですね。これがもう、稲の病害の大敵なんです。田の神様、十分召し上がれたでしょうか。今年も、たくさんお米が取れますようによろしくお願いいたします。また家族が元気で怪我もせずに仕事ができるよう見守ってください。よろしくお願いいたします。それでは土間までご案内いたします。ございます。
の間、しばらくやっていきたい。ということで、ここで終了させていただきます。はい、どうもありがとうございました。